はい、ということでですね、今からですね、ある選手を密着したいと思います。朝早いですね。早い。昨日、九州から帰ってきた次のロケが7時40分に本厚木、本厚木ご上機ですよ、はい、本日水野幸喜選手、の密着をさせていただきたいと思います。それで今はやぶさイレブンに所属してるんですが、神奈川県2部にいます。どういう一日を過ごしてるかっていうのを密着させていただきたいと思いますので、早速行きたいと思います。はい、水野幸喜選手です。ということで久しぶり。久しぶりです、ね、久しぶりだね。はやぶさイレブン。そうですね、はい、昨年まではどこに所属してたっけ。相模原だっけ。 SC 相模原で。 SC 相模原で今プロがもう何年目よ。18かな。18年目。長いね本当にズバリ最初に聞きたいんだけど、ジェフ市原いて日本代表行ってセルティックで活躍して、また日本の J、クラブで J1 とか所属してっていうところで、今年になって相模原 SC からまた県2部っていうところ でここまでして、こうまずサッカーを続けた理由っていうのをまず最初に聞きたいんだけどさ。単純に多分一番最初に来るのが、やっぱサッカーが好きっていうところですね。もちろんもう家族もいるわけだし、自分だけの判断ではできないんで、めちゃくちゃ悩んで、だから本当もう引退っていうところまで行ったんですよ、今年初めて。子供たちには言ってなかったけど、そう嫁さんにはそういう話して、まあ嫁さんも理由はわかると、でもできる環境があるんだったら続けてほしいっていうふうに言ってくれて、それがまあ正直ね、金銭面だとか家族全員を養えるほど県リーグだともらえないっていうのも分かってるけど、そうやって言ってくれて、その言葉がなかったらもう引退してました。へえ、はい、じゃあ嫁さんが背中を押してくれたんだ。そうですね、それがなかったら本当養うための方の選択肢をしたんで。あ、もうだからカテゴリーは関係なかったんだ。まあ、関係ないというか、まあもちろん上からこう探していって、代理人もいるんで、まあ協力して探してもらって、まあ自分でも20クラブぐらいかな、自分で当たって。そんなに？20弱か。そう。でも全部ダメで結局。やっぱメンタル的にもさすがに落ちてきて、まあやっぱなんか水野幸喜の需要がもうなくなってきたんかなと思って。だから余計その引退っていう選択肢も出てきちゃったっていうのもあったんで、そう。後期はもう J1 も J2 も経験してるし、J3 もあるのか、環境面とかはさ、どうなの実際問題。まあもちろんですけど、クラブハウスもないし、まあ練習場も人工芝でバラバラだし、まあ週に2回ぐらいは人工芝って言ってもフットサルコートだったり、シャワールームがなかったり、まあそれなりのやっぱ環境ですね。楽しい？サッカー。まあやっぱこの環境でね、サッカーできるっていうのは本当ありがたいことだと思ってるし、感謝しながらできてるって、こうしっかりと楽しみながらやってます。後期の若い頃知ってるからさ、言葉に重みはこう、まあ、帯びてるというかさ、すげえ真面目なこと言うじゃん。ちょっとは大人になりましたそういえば、あの今日は水野幸喜選手に密着するんですけど、はい、あの別ではやぶさイレブンで急遽あの練習参加させていただけることになりましたので、それはあの別企画で後日あげますので、ということで行きましょう。マジ言ってない。やめる。ここは熱い。水野さんと一緒にプレーしたことあったんでしょ。同じレイソル。ああ。一緒ね。しっかりお互いで。だからケイタとかと一緒。一緒です。一緒。あ、ケイタとか三つ下だな。あ、そうですね。なんで？最高。早い。早い。はい。ということで今2時間弱、約2時間練習やって、これから治療？治療っす。いつもお願いしてます。練習終わりに。練習後シャワー浴びれないっていうのはちょっとあれだね、やっぱ大変だね。シャワー浴びないで体見てくれっていうのも
いいよって言ってくれても嫌じゃないですか。あ、気が使うよね。そう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 、だから一応匂いだけ取ろうと思って、うん、体拭いたりとかしますけど。さっきのさ、練習じゃないんだけどさ、やっぱ仕事をしてってさ、好きなサッカーをしてっていうとこなんだけど、やっぱすごいね、そのサッカーのために、まあサッカーのためにね、言ったら仕事をしてっていうところです。みんなそれぞれのね、ほんと背景があって、まあ、考えさせられますよね、サッカー人としては。そうっすね、うん、チームメイトから見たコウキさんって一緒にプレーする前と後でなんか変化とかって ありました？プレーする前は年も上だし、はい、日本代表とかも入ってたんで、ちょっと恐る恐る関わっていこうかなって思ってたんですけど、もうコウキさんこういうキャラでムードメーカーっていうか、はい、元気いっぱいなんでそこについていく感じでしっかりやると思いました。めちゃめちゃ言葉を選んでた。怖くない、怖くないですか？何もないと思うよね。もう10チームぐらい渡り歩いてる。そうよね、10チームだもんね。そうってなると科目に自分のことだけ考えてやってるってなると、はいはい、うまくやっぱチーム馴染んでいけないんですよね。ちょっとでもキャラちょっと崩してでも入っていかないと馴染めないし、で特に今出てる時は別にサッカーにもちろん集中すればいいけど、そうじゃない時間帯が多かったから、そうなった時の自分の立ち回りっていうのをすごいまあ考えながらやってて、でその結果こういう感じになって、ムードメーカーじゃないけど、まあ時にはねしっかりこう厳しいことも言ったりするし、まあ、ただその中でやっぱいい雰囲気作るっていうのを結構心がける。若手の頃とこうベテランの頃でチームへの貢献の仕方も変わってくるとは思うんですけれども、はい、コウキさんの中での引っ張っていかないといけないんだなっていう、 こう自覚が持ったのとかっていつ頃になるんですか？20歳とかそんぐらいの時に、はい、阿部勇樹、はい、阿部さんにもう試合出てんだから若いとか年寄りとか関係ねえんだからやっぱ責任持つためにも喋れっていうふうにすごい言われました。喋ることによって責任が生まれるから、喋れないってことはお前責任負いたくないんだっていうふうに言われて、でもそこら辺からやっぱ責任感っていうのは強くなって、まあ、ベテランと若手の境目っていうのはちょっと違うかもしれないけど、考え方で言ったらもうその頃からそうやって意識しろっていうふうには言われてたんで、みんな、まあ、なんだろう、世間的には、まあ、年齢もそうだし、まあ、上のカテゴリーで出れないから下落ちたんだ、あいつ終わったなみたいな感じになってる、なんじゃないですか、うん、でも俺それ別に言われてもいいから、うん、俺こっからもう一回這い上がりたいなと思ってるし、なんかこれで終わりってしたくないんですよ、うん、でそれがもしかしたらはやぶさで長くやって J の遠くらへんまで遠くっていうところまでやるかもしれないし、まあ、もしかしたらね他からいい話とか来たら全然俺まだ J でもやりたいんだよ、うん、でなんか俺 J リーグ199らしいんですよ。おそうなんだ。そう通算通算 あと1試合足りてないらしいから、あ J 通算ったら多分 J2 さんです。あだからあと1を乗せたいんで、あ俺もう一回どうにか帰り咲きたいなと思ってるんですよ。そこの目標があるんで、まだやめられないっていうのは。で今からは近くのまたジムです。軽く刺激入れる程度なんで筋トレとかってこと。そうっす、まあ、でもそこでシャワー浴びるのが目的で、一応それでついでに軽く刺激入れるだけなんで。リアルな話もう4回うん、ぐらい俺もう満了食らってんですよ。ゼロ定時契約満了。そう1回目の時とかどうだったの？なんとなくあった、うん、そうなのかみたいな感じではあったし、うんうん、まあ、メンタルもそうですけど、うん、それ以上に次の契約の時のその定時、うん、が一気にガンって下がるじゃないですか、うんうんうん、満了だと、うん、だからそんな下がるの？いや下がりますよ。ある程度こう試合も出て、うん、代表まで行ったし、うん、海外も行ったし、うん、いや金余裕じゃんって言われるんですよ。で、うん、そういうやっぱ印象でみんな入ってくるんですよ、うん、でもやっぱ満了食らうと一気に下がるから、うんうん、一般人って多分、うん、やっぱ夢がもちろんあるし、うん、お金もねたくさんもらえてっていう風に思う人が、うん、そう、多いかもしれないけど、うん、
それって本当でも俺一人ギリギリだと思うんですよね、うん、夢を潰すわけじゃないけど、うん、結構リアルなところも、うん、いくらこう活躍しててある程度 2,3 年頑張ったとしても、うん、満了を食らうと、うん、一気に、うん、っていうのがあるんで、やっぱそうなんだ。去年10月に膝の手術したんで、なんかここの周りの筋肉で膝の弱さをカバーするために、はい、ちょっとここら辺の周りやっていくだけなんです。膝をずっと出てやってんいやもう、いやそっちの手でやっちゃってるじゃん。まあジム終わってってことで、でこれからはやぶさ11の YouTube チャンネルがあるみたいなので、そちらの方になんか僕が出演させていただけるということなので、でこうきとの対談みたいな感じなのかな。そうですね、はい、うん、その後4時半からだよね、スクールはいの高知業ってことだよね。そうですね、うん、めちゃくちゃ忙しいですね。ね、はい、本当にめちゃめちゃ忙しいよね。どうなの、もう慣れた？まあ慣れたし、でも子供をこう教えることによって、うん、自分でもこれできてたっけとか、うん、なんか気づかされる子供も多いんですよね。おー、なるほどなるほど、はい、だから自分のためにもなるし、やっぱサッカーって答えがないじゃないですか。ないないない。で永遠に多分成長できるというか、うん、確かに。そうだから、それを求めていくんで、選手目線と、まあ、指導者目線で両方でこう自分をまた見れるっていうのはありがたいことというか、そういうふうに今受け止めながらやってますね。あとは将来的に楽しみっていうのも、自分が教えてた子供がどうなっていくのかなっていう、まあそんなねずっと追ってはいけないけど、10年後くらいに J とか見てて、あれこいつなんか教えたことあるぞっていうやつがね出てきてくれたら、それはそれでも嬉しいし、そうだね、そういう部分ではやりがいのある仕事ではありますね。なるほど。こんにちは、水野幸喜です。今日はなんと元サッカー選手那須大輔さんが厚木まで来てくれました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、これから後期のハヤブサ11のサッカースクールのコーチということで来たいと思います。夜やっぱ暗くなるんけど、はい、あそこの点点点っていう街灯しかなくて、はい、明かりがないんで、はい、こういうのに来て、はい、もう照らしてみたいな。本当今日スタートなんですけど、はい、水野幸喜のメインになったサッカースクールが、はいはい、でももう一応デモンストレーションで2週間の間やって、もう最初のうちはもう基礎しかやんないって言ってるんですよ。だからゲームもやりませんと。もうその代わりみっちり基礎やって、ゲームやった時に楽しくゲームできるようにそこだけ集中してやるっていうふうに言ってるんで。こんにちは。こんにちは。お名前は何ですか？ウルジェミ真嗣です。好きなサッカー選手は誰ですか？香川真嗣です。将来の夢は何ですか？サッカー選手。お、サッカー選手どうなりたいですか？日本代表。カメラで撮ってるから、はい、頑張ってね。はい。早く入ってみー。ボールを持ってる人じゃない人にたんだよ。ボールを持ってる人は無敵。逃げてる人にしっかりボールパスしてあげて。ずっと持ってましたちょっと後ろ。後ろ。はい、はい。はい、ナイス。はい、右左で終わったらインサイドだけ。ダブルダッチ、ちょん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 。ナスサッカースクール作りましょう、もうこれは。どんどん作りますか。作りたいね、まあ。ナスさん全国飛び回ってるので、教えるのは無理かもしれないです。確かに。子供たちもそうですし、攻撃的もね、はい、攻撃こういう姿よりこうなんかね、応援したくなるというか、はい、ね、早稲田イレブンが頑張ってほしいと思いますよね、なんかこういうの見てると本当に地域に出したクラブになっていく全然ね、相手がいっぱい寄って
いいよ、外れて。あっちで遊びでいいよ。うんじゃなくて遊んでるじゃん、さっきからずっと。はい、次。楽しむことは別に悪くないよ、いいことだよ。ふざけんのと楽しむのは違うよ。それ、どっち？何？ふざけてる？じゃあ自分で分かっててなんでそれをやるの？サッカーしに来てんだよね。今、二人がやってるせいで他の子たちもサッカーできなくなってるよ。分かる？もう時間ないって言ったよね、さっき。あと20分間集中してやろうって言って、その結果がこれだったらもういいよ、あっちだと。しっかりやるんだったらもう一回ここでやって、しっかり。いい、自分たちで判断して、それは OK。 でもし、あ、敵が詰めるのがいいよ、そこで甘かったらゴールに近いところで、はい、はいはいはい、呼んだらファーストタッチでもうゴール、集中していこう、はい、ゴー。はい、OK かな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やることやんないで違うことやったりとか、やる気がないとか、そういう人がいたら、だってうまくさせられないじゃん、いくらコーチが頑張っても。できるできないとか、うまい下手とかじゃなくて、しっかりやれるかっていうところだから。喋りたい人、はい、じゃあ今日はこれ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日やってきたことは家で練習していきましょう。はい。はい。はい、どうぞ。はい、忘れ物ちょっといる人。トラップしな、しっかりって言ったらもうトラップのことしかないから。今度はもう準備の段階もないし、パスもトンスがなっちゃうから。そこをうまく促すために、やっぱコーチングも必要だし。まあ最初は本当1から10全部言う感じでイメージしてやんないと。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どう、実際今日やって。まあいつもやってると思うんだけど、うん、まあやっぱ子供なんで集中力がね、なかなか続かないんで、最後だらけてきちゃうんで、ちょっと今日もねピリッとさせて、もう別に遊ぶんだったらここでやんないで、あっちで遊んでくれって言って、まあそこまで言ってあげないと、多分他の子にもね、やっぱ悪い影響を及ぼしちゃうんで、今日はきつく言いましたけど、うん、また違う姿、俺的にはね、指導する姿見れて本当に、まあ、新鮮だったし、すごく感じることもあったんですけど、改めてこのサッカーをやる意義というか、僕にとってのそのサッカーとはっていう。もうでも人生としか言いようがないですよね、うん。まあ、3歳から始めてきて、まあ、今に至って、選手としてもそうですけど、やっぱ指導者としてもこうやって携わっていくっていうことが、もう自分の人生の一部どころか、もうほぼほぼサッカーなんで、サッカーへの気持ちっていうのを大切にして今後もやっていきたいですね、じゃあ最後にちょっと今後の目標。そうですね、まずはやぶさイレブンの昇格、ゆくゆくはね、厚木から J リーグへっていう風に言ってるので、まあ、そこまで自分もね力になれたらと思います。まあ、そして、まあ、指導者としてはこの中からね、多くの子どもたちがいろんな場所で活躍できることを祈ってるので、まあ、サッカー選手としてもそうだけど、その前に人としてっていう部分でサッカーから何かを得られるように、その手助けというか支えをしていけるようにしたいです。嬉しかった。なんか成長する。あの成長とかなんかいろいろ経験して、いや個人的にも嬉しい密着だったんで、はやぶさイレブンでね、今年活躍されると思いますので、概要欄の方から試合の期日をこう記載してますし、そこでチケットとか購入していただいて足を運んでいただけると、もう選手チームにとってもすごい力になりますので、はい、いうところで、はい、もう今日貴重な時間、本当にありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。